どうも、シリュウです。今回は特別編、フレンズたちを救いたい、やっていこうと思います。こちらのデッキはイエイヌちゃん、カラスちゃん、トナカイちゃん、ホワイトタイガーちゃん、そしてフレンズの象徴である赤いナンの5枚デッキ。やつらを食らってやれ。演習戦です。演習戦なんですけど、普段ね、ノーマルカードのやつばっかりやってきてるんで、もうトートンも猛角も使ったことがなくて性能わかんないです。そしてこの動画一発撮りです。まあもうこんなのに何試合もやってもあれなんでね。それとあと、まあもうそうですね、事前に言い訳することになっちゃうんですけど、僕ね、造幣使うのすごい苦手でして、試合内容めちゃくちゃちょっとお粗末な感じなんですけど、まあ今回の趣旨はですね、フレンズたちを救いたいと。まあ見たんですよ、例のアニメ。もうなんだあれはと。まあね、そんな感じでして、ちょっとごめんなさい、こう赤いナンたちと楽しくとったんばったん大騒ぎしていこうという、そういうコンセプトです。なのでこうね、そういう、まあ、見た目がそれっぽいカードとかを適当に突っ込んで、演習戦でフレンズたちを救済していこう、そんな感じの動画になっております。ちょっとね、そう、例のアニメね、僕は正直どこの制作スタジオが作ろうとも、誰が監督やろうとも、面白ければそれでいい、楽しみたいなって純粋に思ってたんですけどね、まあもう純粋に面白くねえんですよね。行くわよ。もうそれもこうちょっと倫理的にというか、なんかこうどうなのよそれっていうセリフだったり展開だったりが多くて、まあね、呪詛を吐き散らしたくなる気持ちも正直分かっちゃいますね。というところで、こちらイエイヌちゃんの計略を使っていきます。まあ普段っていうか、僕の動画で造幣使うの初めてじゃないですかね。でここでガバガバ突撃ミスをしていくと、思ってたより造幣のオーラが小さくて、あれってなってますね。そう、僕の動画本当多分造幣使うの初めてじゃないかな。今までこの動画のシリーズで造幣出たことあったかなっていう、そんな感じですね。っていうところで、そろそろ猛角の効果が切れるかな。あんまり戦果が上がってないですね。おっと、ここで、赤いなんと龍夫人の一騎打ち。まあね、フレンズに救われない子がいちゃいけねえんで、本当は倒したくねえんですけどね。ここはもう仕方なく、仕方なくですね。ごめんなさい。そう、本来そうフレンズとの優しい世界ってこうね、救われない子がいなかったはずだったんですよ。まあ僕が知ってた頃のフレンズたちは救われない子はいなかったはずなんですよ。まあそんな感じのね、もう愚痴をこぼして、そういう気分で動画作っております。というところで、こちらカラスちゃんの計略。制圧を下げる効果があるので、この内乱を取りに行く。であわよくば10肉取れたらなという感じだったんですが、取れず。で主効果と弓で、さらに計略効果で弓が長くなってるんで、左側にも打てそうですね。
っていうところで2部隊に削りを入れていって内乱ダメージが入って白ゲージ5割リードぐらいで、相手は、ここで足並みが揃ったところで妖符を発動したのですが、これ左側の、竜夫人かな、竜夫人が削れているのでできるところであれば狙っていきたいというところで連環の方を発動して竜夫人を落としに行く感じですかね。で竜夫人が撤退で純一を弾き入れつつ乱戦で、おそらくこの手のデッキってまあ、基本的に増援なので、ここでもう一度カラスちゃんの計略を使って落としに行くのは装備かな、それともテーブル、装備を狙っていってますね。で装備を落として、で撤退ずらそうと してる感じですかね。装備が死ぬ前に相手が奥義を叩かなかったので、あれこれ最低じゃねと思って獣肉の撤退とかをちょっとでも遅らそうっていう、そんな感じですね。この手のデッキって基本的にまあ一回装備打ってその後四季獣肉から妖符打って獣肉増援獣肉みたいな流れが軸だ、基本的だったので、まあ増援を前提でトートン打っちゃってるんで、ここもう即撤退させてしまうと相手のフルコンを受けるだけの隙がなくて負けられてしまう可能性があったので、ちょっとでも撤退を遅らせようと思いました。でここで相手はもう一度聖地の教えで、こちらは原白虎で時間を稼いで、あホワイトタイガーちゃんの計略で時間を稼いでいく感じで、相手は H の大号令、相手は人の H を見せつけてくる、そういう感じのコンセプトでしょうかね。まあそれに対してこちらフレンズたちの力で立ち向かっていく、いや立ち向かっていくじゃないな、そうね、本来人とフレンズはこうね和気あいあいとした世界観でやっていくべきなんですよ。まあ何が、うん、この動画ね、もう何が言いたいかって、特にそういうもう、うん、試合だったりこのカード強いよだったり、そういうの今普段はまあこのカード強いよとか、あのこういうこの計略こういう使い方あって面白いよみたいなのを見せたい動画なんですけど、今回はこんな感じです。まあ演習戦なんで試合内容もこんな感じです。今回こんな感じなんで相手の指揮とか生存部隊とかも表示してないです。また次回からはいつも通りやります。